どうも、はじま急所です。今日も喋ろうかな。やっぱ人気になるためにはコツコツやんなきゃいけないんだねって思ったけど、めんどくせえ。毎日コツコツやることはできねえと思う。うん、めんどくさいので。でも毎日コツコツやってみようかな。うん、あちぃ。どうしようかな、冷房つけようかな。でも臭いんだよな、冷房。いつも眠くなってから雑談するな。めっちゃ今腰痛いんですよね。飛んで隠しつつ、ああコリコリ言わしてね。あんまコリコリ言わしちゃいけないらしいっすよね。コリコリ言ってんだからいいだろうって思いますけどね。なんか今日久々に風呂入った。やっぱ風呂入るのと入らないのとちょっと全然違えよ。体洗ってないけどさ。え、あっちいな俺の部屋。どうしよう、死にたくねー。暑っ。なんでこんな暑いんだ。でも冷房つけたくないな。ちょっと自動にしてみるか。風量も自動。はあ、暑っ。脱水になっちゃうんだって。冷房臭いんだよな。臭くても我慢できるかな、俺は。いやー眠いね。いやーほんと最近任天堂スイッチのもうマリオオデッセイハマっちゃったんだけどさ、コントローラーが壊れてんの。うわー、屁が出た。アーザーチュッス加藤純一さんの一郎ザッサスをね聞いてるせいでザッサス聞いてる。ちょっとアマゾン見たいからちょっと裸眼で見よう。あのメガネの反射、これはな、極物さんに言われたからずっとやってるみたいに見えるけど、ちょっと今からね、まあね、パソコンを見ながら作業したいんで、ちょっとこう、あ最強じゃんこれ。あ、こうすりゃいいんだ。あ、勝ちだ。あ、これもういいや。もうちょっとみんなに、俺アマゾン見たいんで、みんなにはね、こう僕のね後ろのカーテン、うん、とたまにちょっと見えるおでこの端っこをね見てもらいます。ザッ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 。あれやばい、記憶力が。ね、あ、ちょっと汚いのバレた。うわ、俺何探してたんだっけ。あ、やば、記憶力ないな、マジ。記憶力トレーニングしなきゃな。俺は何て言ってたんだ。シークバーがあれば戻したい。あ、ちょっと、ね、腕のね汚い部分が見えちゃった。腕のなんか油がね。あれやばい、本当に記憶力がないな。これ病気だな、薬飲もう。マジで記憶力が維持できなくなってる。どうしよう、やばいやばい、本当に困るな。こういうのマジで困る。あーどうしよっかな。俺は最近何に困ってたんだっけ。やば、俺脳みそ真っ白なんですよ今。脳みそ使ってるって感覚が本当になくて、もう俺多分脳みそめっちゃちっちゃくなってると思う。うん、どれくらい小さくなってんだろうね。あれじゃない、チョコベビーの一粒より小さくなってると思う。米粒よりちょっと大きいくらいに脳みそなってます。はい、今口がもう脳みその代わりになっちゃってるんで。俺何探してたんだっけ。いやー、まあ、とりあえず体重計探すか。体重計のなんか理想の体重計みたいな。お、喧嘩売ってんね。これでやったら反射で見えるのかな。わー、めっちゃ反射見える。ダメじゃん。でも何が見えるかよくわかんないんだよね。ちょっと臭いけどいいや。エアコン、はい。ということでね、俺はマジで記憶力が ないです。体重計体重計体重計
気にされちゃう。あ、耳かゆ。なんかそういう、そういうね、気にさせられる呪いですね。あー耳かゆ、うー気持ちいい。気違いじゃん、耳かきをそんな声でやってるやつ。うーって本当にめっちゃ気持ちよくてね、うなってしまいました。本当にダメだよそれは。なんかないかな、おっきめの体重計欲しいんだよな。あ、ねえわ、全然ねえわ。あ、ズーム雑談いいな。もうこれからずっとこれでいこうかな。めんどくせえし。あー忘れちまった俺。何調べようとしてたんだっけ。あー忘れちまったお。これが俺です。記憶力が死んでます。これマジでふざけてるわけないからね。こんなさ、こんなふざけはないでしょ。忘れたわーって言ってずっとそのくだりずっとやるっていう、それボケじゃないから。あれ、なんかドキュメンタル変わってる。うおー、なんかあーち、あー腹立つな。ドキュメンタルの感じは変わってんだよな。誰だこの後ろの人、わかんねえ。すごいハゲてる人。あーざーすざーす。あれ、これハリウッドザコシショウか、違った。あーざーす、そう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 、チン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 。どうしよう、マジで思い出せないな。これが俺だよ、みんな。わかったか？俺はこれだ。これが俺だ。終わった。あ、違う。ニンテンドースイッチのコントローラーだ。あー、思い出した。思い出すのにどれくらい、5、6分かかってるよね、多分。これが俺だ。あ、ちょっとどうしよう。これ、ちょっとこれさ。上に向けたら価値格ないよな。俺のおでこだけ映るけど。ブツブツおでこー。わ、めっちゃ光の反射で、めっちゃブツブツしてる。おならします。おならするぜ。俺は屁をこぐんだ。だが、やりすぎると死ぬ。あー、汚いね。身が出ちゃうとね、見って、すごい汚いな。見て。見て。見てって言ってる人じゃん、それは。スマブラスイッチじゃないんだよ。飛ばす、あー、そこ、おい、待て、ちょっと。スマブラスイッチコントローラーじゃないんだよ。スイッチコントローラーでいいんだよ。何をアホなこと言ってんの。あー、臭い。ちょっと臭いな。大丈夫かな。ニンテンドースイッチ、プロコントローラー。大丈夫だよね。あー、たっけえな。アホかよ。え、そんな怒んなくてもよくない？別に。何これ、コントローラー。うわー、これかっこいい。いやー、でもダサいけどかっこいい。うおー、何これ、エイム合わせ。何これ、かっこよ。ちょっと豪傑に入れとこう。俺はなんかちょっと欲しいもんがあると豪傑っていうね、ファイルに入れます。はい、豪傑っていうね。でも豪傑ってなってやつ、そんな強いやつ見たことないけどな。いや、いるだろ、豪傑って言ってんだから。弱いわけないんだよ、豪傑っつってんのに。弱いわけねえんだよな、弱いわけねえんだよな。あ、ニンテンドーアクセサリーって、何それ、何それ。うわ、全部高い。腹立つ。高えなよそれ。ジョイコン高い。絶対おかしいじゃん、こんな。なんで9400円すんだよ。おい。おかしいって、なんでジョイコンそんなないの？俺のジョイコン壊れてんのに。喧嘩売ってないよ、別に。そんな作りたくて作ってるわけないだろ。なにこれ。
ニューニンテンドー 3DSLL のゼルダの伝説バージョンが出てたって本当か？本当だよ。あーなんか別に、なんかふざけてもう一個買っちゃおうかな。ニンテンドー 2DSLL。 いや買う理由がないんだよな。なんか欲しいゲームあんまないんだよな 3DS。やっぱ任天堂スイッチの小型が出たら絶対買わなきゃな。小型。いや、そんな、ちょっと勢いよく行ったって何も変わらないんだよ。何も変わってないわけないもん。勢いよく行ったって事実はあるけどさ。うんち。もうね、笑いが取れなくなっちゃった。笑いが取れないんだお。あれ、レゴシティアンダーカバー。俺これ 100% クリアまでしましたよ。すごいでしょう。全然だよ。あ、もうふざけて 2DS 買っちゃうかな。 2DS 買うやつふざけてるからな。やめとけそんなこと言うの。おでーすあざー。これ海外初なんだよね。海外が 2DS って出してて面白いし安いしね。映像でもこんな遊びづらいやつバカだよな。こんなん考えてんの口悪っ。なんか大人がケチるようでしょ 2DS って言っちゃえば。大人があんま子供にお金ないんだよねって、でも買わせたいんだよねって言ってっていうのでそれやってるだけだもん。でも俺はさ、はぐれメタルエディション買っちゃったんだよ。はぐれメタルエディション別にって感じなんだよな。なんかニューニンテンドー 3DS これめっちゃかっこいいじゃん。うわかっこよ。なんじゃこれ、ハイラルのこれかっこよすぎる、良すぎるやろ。やめてくれ、関西弁使うの。エセ缶、エッカン使うのよ。なんか任天堂 2DSXL そんなもんあるわけないやろ。うん、海外ではあるのかな。大丈夫このサイト、やばいサイトじゃないよね。いつ出るって。なんか海外では XL っていうのがあるし、海外の方がいっぱいあるよね。あ、色かっこよ。え、一番かっこいい色してんじゃん。え、なにこれ。え、あ、画像全部クソだ。色が一番かっこいい。なんかダサいんだよな、全部。2DSLL って。なんでこんなダサいの、全部色が。なんか黒黒ってやつないの？黒、全部もう黒みたいな。とか全部真っ白とかさ、ダサいんだよ、色が。センスないよな、作ってるやつ。いや、無難な方に行きたくないのかな。え、なに、待って。任天堂 3DS、ニュー任天堂 3DS でもう色これしか出してないの？ライムブラック、パールホワイト、メタリックブルー。それしか出してないの？俺メタリックブラック買いましょう。メタリックレッドかっこいいな。買っとけよかった。金持ちだったら買ってるわ、絶対俺が。うわ、で、スーパーファミコンエディションとか。あ、金持ちだったら絶対買ってる俺は。金持ちになればよかった。それは本当に意味が分かんないんだよ。金持ちになればよかったって。みんななればよかった。日本語をしっかりしろ。まあ、しっかりしてないのが、まあ、面白みたいな。一番つまんない、そんなこと言うやつ。結構つまんない部類に入るよ。あれ？もう 3DS 出してくれない。もうさ、出してくれないんだよ、3DS の。ニンテンドー 3DS シリーズっていうのでさ、もう、大昔のやつら。いやー、でもニンテンドーさ、どの機種が一番いいよ。俺はね。いや、でも、ニュー 2DS って、マジでほんと色のセンスないよな、作ってる人。なんか、全体的にカラーバリエーションのセンスなくない？なんで？
なんで？なんで？でもこれ言ったら任天堂に消されんのかな。いやなんかね、ケツ痛かゆ、かゆいた。なんか設計上のミスでさ、跡がつくんだよ、ここの。ミスじゃないんだろうね。もうしょうがないことなんだろう。マリオやろう。マリオのなんか、俺が残機めちゃくちゃ上げて、めっちゃ失敗しまくってる8の1やろう。うい、ああ死んだ。でも残機いっぱいあるからいいんだ。カンブリと雲の端っこっていう残機見たことない。ふざけてんだろ、そんな。ああ、怖いな。パックンフラワー怖え。うーい、死んじゃいました。タスジャンプでパックンフラワークリアできるかなと思ったら。うわ、ツバがいっぱい飛んでる。俺がいかに喋ってるとき唾飛ばすかってのがバレちゃう。みんな見えてないからバレてないんだよ。別に。別にって言ったときすごい飛ぶな。キモ。飛ばすなよ、唾。嫌われるぞ。嫌われてるから一人なんだろ。なあ。嫌われたから一人なんだよ。ほっといてくれ。そしたらまた一人になっちゃう。えいっ。おお、タスジャンプ成功。気持ちいいね。でも、ノコノコに普通にぶつかって死にました。やっぱぶつかったら死ぬんだな。死んでるわけじゃないんだよな。ショックなんだよ。おお、すごい。めちゃくちゃパックンフラワーに当たってんのに。あーん、クソクリボーがよ。お前のワンテンポジャンプのせいで、俺の勢いをお前が殺した。すごすぎだろ。俺の勢い殺せるクリボーって何？ああ、普通にタスジャンプ失敗しちゃう。RTA ジャンプだよ。だ、R ジャンプです。おい。おい。やった、成功。あ、1マス穴にストンと落ちた。俺ゲーム実況してんじゃん。いや、ゲーム実況いいな。キャプチャー出す金ねえから、視聴者からもらおうか。視聴者からっていうか、俺が見たい人、クラウドファンディングやろうかな。俺の世界で45番目くらいに。世界で何番目面白いことにする？まあ、154番目くらいに面白いゲーム実況を見たい方は。ゲーム実況できてね。え、でも喋れんだね、ゲームしながらでも。いや、ゲーム放棄してるもんな、ぶっちゃけ。死んだ。死んでるのか、マリオ。実は死んでないんだよ。これ死ぬわけないじゃん。そんなさ、通行人にぶつかっただけで死ぬわけないだろ。スペランカーじゃん、そんな。相手がいくらモンスターといえど、結構可愛いですよ、全体的に。こいつだけは許せないってやつ一人もいないじゃん。全体的に可愛いじゃん、マリオのキャラクターって。死ぬわけないんだよ、亀にぶつかって。噛まれてるわけじゃないのに。明確的な描写はないじゃん。だってクリボーだってさ、確かにトゲ野郎とかにぶつかったら痛いよ、そりゃ。いや、でも痛いじゃ済まないだろうな。クリボーにぶつかったところでショックなんだろうな。自意識過剰なんだよ、マリオって。え、俺こんなこともできないの？ってショック、ショックを受けてるだけで、ショック死してるわけでもないの、別に。あれはショックなんだよ。自分の実力の、だ、ルフィです。頂上戦争の時のルフィです。俺は弱いって言って。で、それで初めから、
やってます。なのでマリオさんも早くレイリーさんのところで修行してください。やり方を教えておってほしいな、レイリーさんのところで。修行したところで何も変わらないんだよな。いやね、マリオって面白いな。考えた人頭良いな良いな。いや、頭いい人っていうか、すごい面白いゲームを考えられる人が考えたんだろうな。なんだそれ、どうなんだろうね。面白いゲーム考えれる人が考えたのか、ゲーム作ったら面白かったのか、いや、わかんねえ、そんな。いや、でも俺はね、うわ、いつも、俺だ、真面目にクリアする気ないな。残機減らしてやろうとしかない、思ってない。別に。クリアする気ないじゃん。おい、いやー、ゲームって楽しいな。最近ゲームって楽しいなって気づいたんですよ。最近ね、お、突破した。第一関門。おい。指いた。指痛いな。おい！そりゃないだろ。指痛え。なんだよ、指痛いじゃん。聞いてないんですけど。まあ、お前が聞いてないからね。聞いてないんですけどって。そんな報告されても。お前が誰かのその重要な説明を聞いてないんですけどって報告されても、それは聞いてないんじゃんって終わりだろ。何もないんだよ、そこには。止まってる。止まった。ペプシ休憩入ります。ペプシなんか塩とレモン入れてんでしょ。やめてほしいな、こっちもセンスないな。 3DS ニュー、ニンテンドーニュー 2DSLL のカラーバリエーションもセンスないけどさ、ペプシの味もセンスないな。ペプシって味覚音痴が作ってんのかな。ペプシって1個前のペプシめっちゃうまかった気がする。いや、絶対今のペプシよりはうまいんですよ。うまいんで、絶対もう1個前のねやつの方が絶対にうまかった。俺はね、箱で飲んでわかった、うまって思ってる。だから味覚音痴が作ってます。ういうい、こちょ、うい、あー、落ちました。あー、長いな。マリオの残機かけるキング Y です。キング Y 面白いな。王冠に Y、 おもろ、センスあるな。それはキング Y はセンスあるな。ないだ別に。キング Y 王冠に Y って面白いな。ああ、でもやっぱ亀にぶつかったら死ぬよな。でけえ亀にぶつかったら噛みつかれるもん。クリボーはなんだろうな、現実で例えると。クリボーってなんだ、キノコなんで、キノコの化け物なんでしょ。そんなにやられるじゃん。一応なんかキノコ王国のなんか裏切り者って設定だっけ、クリボーは。よくいんな、そんな数。でも確かにキノコの化け物がさ、にぶつかったら死ぬだろ、そんな。てか、ここにいるやつは全員化け物だけど、ぶつかったら死ぬよ。何していくかわかんねえんだからさ。うん。知性のない生き物。本当に知性ないのかな、こいつら。大丈夫？本当に知性ないのかな。決めつけてるだけじゃない、俺たちが。知性がないって。そうだとしたら嫌だな。あああメットにね。いいとこも。お、王冠、王冠 W もしくは王冠逆さ M ということでね。いや、王冠 W で、王冠 WXY。ん？WXY W 今 WXY YXW 全然な、 X どこ行ったな、返せ X X
ういーっすゲップ先輩チッスチッスなんすかチッスチッスっておいおいおい俺の勝ちだぜおおあ早くクリアせえメット邪魔だな落ちて死んでったお、この VWXY え VWXYZ なんだなんだわかんねえあ、マリオおもれえからお、U になった XYU STUV まあなんかアルファベットをそんな覚えてないやつがやったな俺が覚えてないんだよ ABCDEFG って歌っちゃうねでも最初だけなんだよね ABCDEFGHIJK ふんふんふんはい知りませんでしたはいバカです俺はおギリ俺の知識は下手したら今の3歳より下だろう、ね、うん今の子とかなんか絶対さアルファベットの歌とかさ幼稚園で歌ってんじゃん絶対そうじゃん負けましたはいね俺は多分3歳に負けました4歳に負けた4歳です3歳です俺はうんもううんって言って怒るねわあマリオ楽しいこれゲーム実況するしかないな寝ちゃおっかな俺